回は質問コーナーをやります。声出ししてください。チャンネル登録者数50人いったらやろうと思います。ギターとベース紹介してほしい。いつからやってますか？ギターはバッカスを使ってます。赤いストラトギターです。確か中国製です。15,000円でした。次はベースです。スクワイヤーを使ってます。中国製です。18,000円でした。田淵智也さんに憧れて同じストラップをつけてます。ベースは買ったばかりで、ギターは1年前に買いました。ユニゾンとの出会いは CD 何枚持ってますか？他に好きなバンドなどありますか？ユニゾンスクエアガーデンはシュガリタから知りました。ユニゾンスクエアガーデンの CD は14個持ってます。他に好きなバンドはこんな感じです。なんてお呼びすれば？また帰るのでこの時伝えます。ガルパはいつからやってますか？推しは？ガルパは2019年11月に始めました。推しはこんな感じです。また詳しくバンドリ自己紹介っていう動画出すので見てください。作曲はいつからやってますか？どうやって作ってますか？2019年11月20日からです。このアプリです。 URL 貼りますね。次はコメント欄で解決した質問です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。